AKB48 は女性アイドルグループとして一時代を築き発したものの、その一方でメンバーの相次ぐスキャンダルによってもこれまでに結構物議を醸してきたものでした。本来アイドルというものはファンたちに夢を与えるものですから、これは身に困ったことと言わざるを得ません。そんな中、またしてもメンバーの服部優奈さんがスキャンダルによって AKB48 からの卒業を発表するという、なんとも残念な事態となってしまったわけです。それでは、服部優奈さんが起こしてしまったスキャンダルとは、一体どのようなものだったというのでしょうか。この動画では、服部優奈さんの卒業の流れや、今回の件に関するコメントについても調べてみました。それでは早速ご覧ください。服部優奈さんは2001年3月30日岐阜県出身。2014年 AKB48 神テレビのチーム8夏合宿への参加を経て、チーム8岐阜県代表の新メンバーとしてAKB48 のメンバーになりました。2021年にはチーム8だけではなくチーム K も兼任しています。 AKB48 に加入した時、服部優奈さんはまだ中学生でした。チャームポイントは涙袋とされています。また自身の口元をドラえもんに似ていると評したことでも話題になりました。そんな服部優奈さんは本来であれば2024年にはめでたく AKB48 のメンバーになって10周年となるはずだったのです。ところがその直前になって、よりによってスキャンダルが発覚したことによって AKB48 から去ることになってしまったのでした。 AKB48 服部優奈がスキャンダル。 AKB48 の服部優奈さんがスキャンダルに見舞われたのは年の瀬が迫っていた2022年12月10日のことでした。いきなりのことだったため、本人もファンもさぞかし驚いたのではないかと思いますが、服部優奈さんが男性とキスしている動画がネットで流出するというかなり過激な感じのものだったのですね。せめてこれが動画ではなく静止画であったら、まだファンのショックも軽減されていたのかもしれません。しかしアイドルが男性とキスしていて、しかも映像が動いていたのではたまったものではないでしょう。さてアイドルの熱愛相手といえば芸能人、業界関係者、一般人などこれまでに様々な例がありました。そんな中、服部優奈さんの相手とは女優として共演していた舞台俳優だったのです。アイドルが共演した舞台俳優と熱愛に走ってしまうことは最近増えてきており、服部優奈さんだけではありません。元乃木坂46の伊藤純奈さん、元乃木坂46の生田絵梨花さん、 AKB48 の岡田奈々さんなどが話題になりましたよね。なお気になる服部優奈さんの相手の舞台俳優とは竹迫勇樹さんでした。竹迫勇樹さんは1994年12月1日大阪府出身。これまでに舞台では2015年に「シャ」、2017年に「海賊と山賊」、2019年から2020年に「京都サムライボーイズ」などといった作品に出演しています。服部優奈さんと竹迫勇樹さんは2021年9月から2023年3月まで上演されたミュージカル「ジョン・マイ・ラブ・ジョン万次郎と鉄の7年」で共演しました。そしてズバリこれこそが服部優奈さんと竹迫勇樹さんの馴れ初めだったのではないかと考えられています。もしそうだったとするならば、服部優奈さんと竹迫勇樹さんはミュージカル「ジョン・マイ・ラブ・ジョン万次郎と鉄の7年では2021年12月から2022年3月までと共演期間が比較的長かったこともありますし、全く共演と熱愛が関係がなかったとは正直思えませんよね。
さて、このような服部優奈さんと竹迫勇樹さんのキス動画もあまりにも衝撃的であったものの、ここで注目すべきことは、実はこの動画には2人以外に AKB48 の高橋彩音さんも映っていたということだったのでした。そのため高橋彩音さんも竹迫勇樹さんと何か関係があったのではないかなどと疑われていたのですが、このことについては今のところはっきりしたことは分かっておりません。とにかくこれ以上変な情報が出てこないことを願いたいものですね。 AKB48 服部優奈が卒業を発表。ただの舞台俳優との交際発覚ならいざ知らず、よりによって竹迫勇樹さんとのキス動画が拡散という最悪の形になってしまった服部優奈さん。アイドルとしてはもはや致命的とさえ言えそうですが、案の定と言いますか、 AKB48 からは卒業することとなってしまいました。服部優奈さんは2022年12月28日に行われた公演において、AKB48 からの卒業を発表したのです。スキャンダルが発覚してから18日後のことですし、この間さぞかし針のむしろ状態だったのではないでしょうか。確かに服部優奈さんにはプロ意識が足りなかったかもしれません。とはいえ動画がばらまかれてしまったこと、即発表ではなく2週間以上も卒業発表までかかったことには正直同情してしまいました。ちなみに服部優奈さんが AKB48 を卒業するまでの活動や実際に AKB48 を卒業する時期なのですが、2023年4月に開催される予定になっているコンサートには出演し、2023年5月に開催される予定になっている卒業公演をもって卒業するということです。2014年に AKB48 のメンバーになってからというもの、アイドルとして頑張ってきただけに、まさかこんな形で活動にピリオドが打たれてしまうとは、服部優奈さんもいろんな意味で複雑な心境であるに違いありません。 AKB48 を卒業後も芸能界で存在感を誇示できたメンバーはこれまでにどちらかといえば少数派になっていましたので、服部優奈さんもうまく活動ができればいいですね。2023年1月現在、服部優奈さんが正式に AKB48 を卒業するまであとわずか4ヶ月ではありますが、残りの期間も引き続きその活動を応援してまいりましょう。 AKB48 服部優奈のコメントは、さてこのように極めて不本意な格好で AKB48 を卒業するというもったいない形になってしまった服部優奈さん、そのことについてファンに対してはどのようなコメントを発表していたのでしょうか。服部優奈さんはまずはキス動画が流出した問題によって関係各位へ迷惑をかけたことを謝罪していました。一方で AKB48 を卒業することについては20歳を超えてから自身の将来について考えるようになって、チーム8の活動休止や今回のけじめを考慮した上で決めたと語っています。ちなみに服部優奈さんは AKB48 を卒業することについては離れることは不安であり寂しいとしつつも、これからも精進していきたいと抱負も述べていました。ということで今回は AKB48 の服部優奈さんのスキャンダル、そしてそれに伴う卒業についてお届けしてきました。 AKB48 からはこれまでにもたくさんのメンバーが本来は禁じられているはずである男性との熱愛関係によって解雇されてしまったり、それに近い形で去ってしまっています。人間でもありますし、男性に対して一切恋愛感情を持つなというわけにもいかない以上、かなり微妙な問題ではないかと思いますけどね。
とにもかくにも2023年にはこれ以上 AKB48 のメンバーからの熱愛発覚やそれを理由とする卒業者が出ないことをくれぐれも祈りたいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。